どうもバンです。さて今日はですね、ちょっとしたね、カメラの、トラブル復帰のそういうね、情報を皆様に、お伝えさせていただきたいと思います。まずはね、この動画をご覧ください。はい、お気づきでしょうか。僕はこの動画を見た時にあれって思ったんですね。はい、その通りです。レンズのプロテクターになんかね、変な反射をするものがね、乗ってるんですね。でこれあれって思ってレンズのね、このプロテクターを見たところですね、なんかすごいなんかシミみたいなのがね、ついてたんですよ。でまあよく見るとなんかね、なんか接着剤かなというようなね、ひどい付着物がね乗ってたんですよ。で、まあ、よーく見ると油汚れがもう凝り固まってしまって、なんかもうどうしようもない状態だったんですね。まあとりあえず僕がいつも使っているこのレンズクリーニングペーパー、あ、これでね、まあ、ちょっとクリーニングしてみたんですよ。こんな風にこうやってね、もう全然取れないんですよ。でレンズペン、皆さんご存知ですかね、結構こうクリーニングがね、強力にできる、まあ、こういうやつちょっとお見せいたしますね、こういうやつですね。でこれでまあゴシゴシやったんですけれども、もう全然取れない。で、ああ、もうこれ、なんかもう、あかんな、思って。で、もうね、ネットでね、もう新しいやつを注文しようと思ったんですよ。で、僕は健康のプロテクター 58mmGH5 用にね、まあこうやって使っていたんですけれども、もうあのパパチューバー的にはですね、このプロテクターっていうのはどうしてもね欠かせないんですよ。ビデオグラファー的にはね、こういう余計なものはなるべくこう前に挟まないというふうにしたいところなんですけれども、まあ、何しろね、もう例えばあの小さい子供とかがね、もうレンズにねこうやってくるんですよ。もうこれね怒ってもね、もうしょうがないかなと思って、もうそのまましてるんですけれども、そういえばね、先日もね、なんかこうやって来よったようなね、記憶がありますわ。ちょっと、いつだったかね、ちょっと、もう覚えてないんですけれども、まあよくある話なんで、でね、多分ですけども、なんかレストランとかで、こう、食べて、で、それの油の、もう、ついたてで、こう、なったんじゃないかなと、まあ、そんな感じなんですよ。で要するに油汚れですね。で、まあ、接着剤系でなかったのがまあ不幸中の幸いと言いますか、接着剤系だったらさすがにこうはいかなかったと思うんですけれども、まあね、とりあえずダメ元でね、試してみたんですよ。油汚れか、どうするかなと、アルコール系かな、いや待てよと、もし手が油で汚れたらどうするかなと、そうだハンドソープだと思ったんですね。でもあのこれ健康のプロテクターもう1400円ぐらいですけどもね、もう捨てる覚悟でハンドソープで洗ってみたんですよ。でもねここで一つ決してやってはいけないこと、もうこれ当たり前の話ですけどもね、歯磨き粉とかもうそんなん絶対ダメですよ。歯磨き粉には研磨剤入ってますんでね、もうこれはもう、最低条件ですけれども、研磨剤が入ってたりとかしたらもうむちゃくちゃになると思うんですけれども、それはさておき、油汚れということでハンドソープだったら研磨剤は入っていないだろうというふうに思ったんですね。でハンドソープをまずいきなりつけるにしてもちょっと抵抗があったんで、まず水でバーッとこうね、ちょっと浸して水分をこう含ませて、その上でハンドソープでこうそーっとこう洗いながら、この健康じゃなかった、これ何だったっけ、富士フィルムのレンズクリーニングペーパー、
これをね 2,3 枚使ってこうふわーっとねこう拭いたんですよ。でいけるなと思ったんですね。でもうちょっと強めにこうふわーっと拭いていったらこの通り完全復活いたしました。1400円得しましたよね。パパチューバー的にもうこれで OK ですよ。レンズプロテクターをハンドソープで洗うふざけるなというふうにね思われる方もね多いと思いますよ。でもねもうパパチューバー的にはねもうそれでいいです。現実的にもうこれこう普通にこう見てもうバッチリ大丈夫、何ら問題なく、復活してると思います。ちょっとピント合わせます。いかがでしょうか。さっきと全然違うと思います。光も反射させてみます。いかがでしょうか。一応撮影もねしてみたいと思います。いつものお魚くんですけれどもね。一応ねプロテクターなしの映像も比較対象として撮影しておきます。いかがでしょうか。一応ビデオばっかり撮るものとしましてはですね、こんな写真でいいんですけれども、一応ビデオで撮るというふうにしてみました。何しろ写真は撮らないんで、撮らないものをこう実験台に使ってもしょうがないんでね、ビデオをまあ動かないお魚くんですけれども、ビデオで撮ってみました。はい、というわけで本日はですね、まあちょっと強引な方法ではあるんですけれども、油汚れがべっとり付着した、まあこれレンズそのものについてはね、ちょっと抵抗がありますけれども、まあでもレンズも捨てる覚悟ということであればですね、まあハンドソープ僕だったらやってみます。油がべっとりのレンズはねもう使い物にならないです。で、もう捨てる覚悟でハンドソープ作戦うまくいきましたというご報告でした。あ、そうそう、一応言っときますわ。ハンドソープで何かカメラ機材をガシガシ洗ったとしても、当方では、責任は持てません。でもパパチューバー的にはこのカメラのレンズプロテクター的には満足しております。はい、本日の動画は以上です。ではまたバイバイ。